皆様お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急やくも23号出雲市行きです。これから先止まります駅の到着時刻をご案内いたします。次は倉敷に止まります。倉敷には19時1分、総社19時10分、備中高橋19時26分、新見19時52分、庄山20時21分、伯耆大山20時58分、米子21時3分、米子21時3分、安来21時13分、松江21時28分、新地21時43分、終点出雲市には21時55分、出雲市には21時55分になります。車内のご案内をいたします。車は前から1号車、2号車の順で、一番後ろが6号車です。6両で運転をしています。グリーン車は先頭車両1号車です。自由席は後寄りの2両、5号車と6号車です。全車両禁煙となっています。お手洗い、席等でのおタバコもご遠慮ください。おタバコを吸いのお客様、4号車の後寄りに喫煙ルームがございますので、どうぞご利用ください。お手洗い洗面所は1号車、2号車、4号車、6号車にございます。4号車の後寄りには女性専用トイレもございます。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりますので、デッキでご使用ください。また車内ではあらかじめマナーモードなどに切り替えていただきますようご協力をお願いいたします。危険物持ち込み禁止についてのお知らせをいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されています。お手回り品を確かめください。こちらの不審な荷物がございましたら車掌までお知らせください。車掌は JR 西日本の安田です。終点の出雲市までご案内をさせていただきます。ご用がございましたら車掌が通りました際、どうぞ気軽にお持ちください。次は倉敷、倉敷です。次の倉敷にはあと7分少々で到着をいたします。まあ、私は明日午前中です。車のお客様、お待たせいたしました。特急やくも23号出雲市行きです。6両で運転をしています。自由席は後寄りの2両、5号車と6号車です。
全車両禁煙となっています。おタバコを吸いのお客様、4号車の後より喫煙ルームがございますので、どうぞご利用ください。次は総社です。次の総社には19時10分に着きます。総社の次は備中高橋に止まります。うん、要望じゃなくて